日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、幸浦幸浦は神奈川県横浜市金沢区の町名。現行行政地名は幸浦1丁目及び幸浦2丁目。住居表示は実施していない。郵便番号は236-0003。横浜市金沢区北東部の東京湾に面した埋め立て地に位置し、北は鳥浜町、南は 長浜水路を挟んで福浦、西は、緑地帯と、国道357号、首都高速湾岸線、金沢シーサイドラインを挟んで並木に接する。一丁目と二丁目からなり、真に富岡川が流れる。町の北半分にあり、面積 1.24km に、人口、世帯数は少数であるため非公開。交通は、金沢シーサイドライン、鳥浜駅。 並木北駅のほか新杉田駅と三菱金沢工場前とを結ぶ横浜交通開発バスが利用できる。街の南半分にあり、面積 0.807km に人口、世帯数は少数であるため非公開。交通は金沢シーサイドライン並木中央駅、幸浦駅が利用できる。埋め立てにより、1977年1月10日に、 新設された。港未来地区から移転した三菱重工業金沢工場、横浜市環境創造局金沢水再生センター、南部汚泥資源化センターなどがある。北側は富士フィルムや早川海陸輸送などの輸出入倉庫がある。海側に横浜市資源循環局金沢工場と余熱を利用した温水プールや日帰り入浴施設を備えた離熱金沢がある。 横浜シーサイドラインの本社、車両基地やコストコ金沢シーサイド倉庫店もこの地にある。南側は卸売企業を中心とした流通団地が形成されている。ありがとうございます。